デビュー前から話題のガールズグループです。目覚ましテレビをご覧の皆さん、せーの、アイジョンミー、おはようございます。アイジョンです。日本人3人と韓国人9人、12人のガールズグループアイズワンが今日日本デビューシングル好きと言わせたいをリリースしました。東京渋谷の109には特設ショップがオープンし、メンバーがサプライズ登場。これからもアイズワン109をいっぱい愛してくださいね。去年10月には韓国でデビューを果たしているアイズワン、すでに人気爆発で大型ポスターやトラックで渋谷をジャック。スクランブル交差点の上のこちらの屋上スペースもアイズワン一色に。やっと日本のファンの皆さんにこうやって私たちの日本のデビューシングルをお届けできるのですごく楽しみです。そこでメンバー12人全員に一言自己紹介をお願いすることに。制限時間は60秒、単純計算すると1人5秒。かなりの無茶ぶりで申し訳なく思っていたのですが。皆さんの天使チュンです。おはようございます。アイジョンのオレンジジュリです。チュンサイサンタのモニャクです。ゲームが大好きなミヤキサクラです。アイスが大好きヤブキナコです。キラキラ目のアイジョンリザンビです。朝起きたらグミを食べるミンズです。台の上でカリスマいっぱいチェーンです。ポイントはこっちエナです。朝から餃子大丈夫そんな瞳です。食べ物が好きな伊藤洋です。朝ライオン友人です。大好きです。抜群のチームワークを見せてくれたアイズワン。この後特別メニューなどでコラボした渋谷のフードコートにもサプライズ登場することに。アイズワン好きと言わせたいバレンタインカフェにアイズワンが遊びに来ちゃいました。ちなみに先日私が司会を務めているミュージックフェアにも来てくれましたが、本当に親切で私たち楽にインタビューすることができました。本当にありがとうございました。無理してないですか？大丈夫ですか？そうです。なんか気を使ってもらったような。皆さんありがとうございました。踊ってるとき歌ってるときはクールでかっこいいんだけど、はい、トークになるとあどけない感じ。そのギャップがまたいいんですよね。そして気も使えるそうね、大人の気遣いもできるという。本当にありがとう。